早速第1問に参りましょう。ペコさんとリューチェルさんカップルからの出題がこちらです。はい、24時間ラブラブの秘密、ホニャララ中もスマホで会話。24時間ラブラブ中だ。では虫食い部分に入る言葉をお答えください。24時間つながっていたいんですか。そうです。最悪じゃないですか。何中先生。入浴中。おお。部屋の中もスマホで会話。うわ、そういうことか。それはもう若い方々は当たり前です。僕らが若い子と飲んだりした時にそんなするのも当たり前なんで。それは井上さんが直接会話するの気持ち悪いからって言われてる。やめとけ。ちょっとやめとけ。はい、いろんな意見が出てきましたが正解はこちらです。24時間ラブラブの秘密、トイレ中もスマホで会話。電話じゃダメなの。電話だとダメなんですよ。なんかあの音声メッセージとか動画も LINE って送れるんですよ、はい、それにことによってそのプルプルって待つ時間が省ける、うん、電話それすらタイトにしたいってこと。はい、そう、面倒くさい。面倒くさい。音声メッセージの機能を使って、はい、なんかちょっと仕事で、まあ、離れ離れになっちゃった時とかに、うん、もうね、あ、声が聞けるように。そうです、で音声メッセージを使って。留守電じゃねえ、留守電じゃ、うん、ダメ。留守番メッセージやったら今聞きましょうって時にすぐ聞けないでしょ、うん、これ今聞こうと思ったらすぐ聞けますよね。